さ、400ポー集めたから、思い出の服買っちゃうわ。せっかくだからね、こういうかっこいい服着て、ハイラジオ行っちゃおうぜ。で、マスターソードのスクラビルダなんだけど、これグリオークの角ってさ、リーチがめっちゃ短くなるんだけど、マスターソードつけたら、リーチどないなる。マスターソードでこう、元の形に戻るけど、あーいや、リーチ角の長さのまんまだね。まあいいか。さあ、この正面の扉、なんとウルトラハンドで動かせるらしい。俺はこれ、最初開けるの知らずに、普通に横から回り込んでったわ。ホスターかなんかに会いに行くとき。無駄な時間を取ったもんよ。ホラブリン、なんで、城の中にホラブリンだよ。洞窟にくぐもっとれ。くぐもっとれなんだろか。洞窟に引きこもっとれ。訓練所、ここ絶対いい武器があるはずですよ。クイーンギブルの羽まあまあ強え、マジで。いったバカが、俺の体力が低いことを知っての狼藉か。お、この兵の服いいね。これかっちょいいんだよな。おー、悪くない。あー、どうしよう、思い出の服とく。いや、でもやっぱこっちだよな。あー、こっから先はおのおの好きなやり方で飛び上がってくれやーって感じか。なんだったら空島から降りてきてもいいけどな。せっかくだし、なんか飛んでくか。え、ハイアル城地下1階？いや、地下1階とかじゃないから、ここ。え？リンク。ああ。私の元へ。怪しいね、喋り方が。私は、待っています。なんかさ、赤い月の日？ブラッディームーンだっけ？の時のゼルダとか、今のゼルダ、偽ゼルダの喋り方さ、明らかに、あ、ゼルダじゃないやんっていう喋り方してるじゃん。演技うまって思うよね。そんな全く同じ声で、あー、これ同じキャラっぽいかもって思わせといて、なおかつ、いや、でも絶対ちげえキャラやって思わせることできるんやーっていう。これ殴っていい？あー、一個じゃないの？いや、一個だ。おー、BGM も荘厳になってきたね。王家の両手剣いらんてー。ん？目指すは地下1階か。で、地下2、地下3があるけど、もしかして地下3とかから入るあれだったのか？単なる探索要素か。とりあえず1回祠解放したいよな。支える形？まあ、リンクたちの絆ってことですか？そういうくせえ話じゃねえよと。え、嘘でしょ？通れないんですけど。ふわー、いけないの？そんなことある？さあ、ゼルダの呼んでいる二の丸に来ましたが、今偽ゼルダいたな。なんでお前目の前で一回ファーン消えたん？正体隠す気ないでしょ、あんた。おっと、魔物の群れ？急に？マジで急すぎて笑った。とりあえず、縦弾かせてもろて、でっけえの先やるか？まあ、ボコブリンは一回燃えてくれや。え？いや、こいつ、王家の盾使ってやがる！待って、危ない！危ない！キチュチュゼリーがめっちゃ落ちとる。あ、うわ、死ぬ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 。クローボスボコブリンは、俺さすがに殺されるわ。多分、ワンパンなので！危ねえ。体験はあれだな、こういうひるみにくいやつひるませられるのがいいところではあるか。特に俺みたいな体力雑魚にとっては。あ、で、何も出てこないの。あ、で、ゼルダがてんてんてんって動いていくんだ。次、地下3階。おっと、次はヒノックスとチュチュか。チュチュも一緒なの、ちょっとやばいな。でもあれか、本来はチュチュでこいつに大ダメージ与えれますよっていう体か。あらら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 
ああ危ない。ああ、なんでしびれ状態からスタートしてんねん。で、先にチュチュゼリー回収させてもらって、やべ、一個残っちまった。つかあいつの足、あれ木じゃないよな、石の鎧だよな。ってことは普通にあれか、ハンマーで殴ってりゃぶっ壊れるのか。いや、鉄か。いや、なんかバカが。もうヒノックス近づかんでよかったやん。なかなかでも素材いいの落としてんなこいつ。お、ゼルダの部屋来たんだけど、なんか書物とか置いてないのか。この絵の帽子、足がないな、足が。ちょ、まだ探り終わってないって。おお、この絵の両手剣じゃん。これは一個持っときたいね。おお、この絵の弓、攻撃力50、やるね。お次はボコブリンと、あー待って、やばい、あぶねー。いや、あのさ、属性キースはさ結構強いんよ。触れたら死にますから。まあ、白ボコ一体は舐めてる。さ、お次はライクライクの群れか。ちょっと厄介なの草。いや、所詮はライクライク全然苦戦はしないな。ちょっとダメージノーダメはあれだったけど。そしてなんか、あ、ついにさ、ラシさす、んー、ラストか。多分次中央のあの王の間みたいなところでゼルダが待っているのでしょう。さあ、いよいよガノンか。まだガノンまではいかねえのかな。本丸のムービー入ったってことはワンチャンガノン来るな、これ。リンク、来てくれるのを待っていました。喋り方のさ、うさんくささ、怪しさ、えぐいよねこれ。あなたに見せたいものがあるの。お、現実を使えるのかガノンって。なんでガノンってそんなさ万能なの。あまりにもチート能力すぎないか、あいつ。どうかしら、映画を誇ったかつてのハイラル城、懐かしいでしょ。リンクと私の思い出の場所、よく目に焼き付けておいてね。でも懐かしいでしょって言ってもさ、その頃の記憶リンクはほぼないんじゃないの。ブレワイの設定のまんま行くのならば。ああ、なるほど、正体を表して。なんでお前そんなでかいん。駒村隊長の挽回やん、お前。天井の上的なあれやん。あの時貴様の命がついえなかったのは、その哀れな右腕の功力か。哀れとか言うな、お前、初代ハイラル王族やぞ。せっかく繋いだ命もここまでだ。この娘の姿は、てかガノンさ、そのミイラ姿マジでかっこよさがなさすぎるよね。なんかさ、あのピチピチの肌の頃のガノンに戻ってほしいわ。このシワクチャのガノン、なんかかっこよさが全然足りないよ。あ、ファントムガノンと戦うの、もしかして今から。おい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 、何千体ほふったと思ってやがる。持ったわ、10体ぐらい。おっと、ファントムガとガノンが1、2、3、4、5体。それはやばいかもしれませんね。あ、でも体力えぐい低いから、なんとかバカーなりますよってこと。今のラッシュ判定入るのじわるな。とりあえずひたすらラッシュ重ねるしかないか。あんまり下手に俺から攻撃できないよな。てかあれだな、これマジ、あはー、多人数戦ってことはさ、あれだよね、ほんと
盟友たち連れてこなかったら結構ヘイト管理が全部自分に来るから大変ですよっていうあれだよね。とりあえず体力減った個体から順々にやっていかないと、数を減らさないとどうしようもないよなこれ。うわっ、パリーができなかった。お前体力マックスになった俺をなめるなよ。さっきまで体力4つしかありませんでしたから。痛い。こいつヘッショでひるむんかい。あ、それ横切りか。あれダッシュの後、それ危ない。あ、正気の剣落とすんだ。なるほどね。じゃあバン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 こいつらの武器奪っていけるじゃん。なんか遠距離も撃ってきてる。お前ら遠距離技とかあった。ふっ、横切りか。グリオクエッジ壊れてくれて構わんのだが、ふわーらー。あ、増えてる増えてるな。全員同時に壊せってことじゃねえと思うけど、こいつら風は食らう。ちょっとひるむの。くさー、風でちょっとひるむファントムガノンダサすぎね。オッケー、いい。こいつら武器無限に、あぶねえ。あ、違う、あれ遠距離技じゃなくてこいつらの移動手段か。いって、回転切りダメージ高っ。だが一体一体の、あ、なんかこいつ違うぞ、色が本物の色だ。あ、でも体力半分にまでいって第二形態入る。第2波が来るってだけか？なんか変わる？あー、足元に正気さっき生み出してなかったな、よくよく考えたら。今から正気出した本気バージョンでいきますよーってこと？ほんならば、こちらとしてはこういうことをせざるを得ない。仕方ないよね、足元正気だから近づけないもんね。でも多分正気あれなんだよな、攻撃すればするほど足元の正気なくなってった気がするから、普通にわら、わぶねえなおめえはよ、考えなさいよ。あ、え、何、あ、テレポートか。こいつらのコンボをさ、武器先につけるものとしては相当優秀なんだよね。リーチ長くて攻撃力も多分50あるからさ、コンボバー、だからスクラビルド素材としては超優秀なんだけど、いかんせんもう俺武器ほとんどスクラビルド終わっちゃってるからつける武器がねえわ。なくはないか。あったあった、魔王のコンボもーらい。50だぜ、そしてこのリーチ。最強じゃん。お前さ、槍の使い方になってねえよ。痛い。ゾーラ族に弟子入りしてこい。待って、足広まりすぎ。あいつがブルルル広げてんのか。甘いねー。あぶれ、甘いのは俺だったか。え、体力勝った最後の一体。スキを早よさらせ。俺の体験じゃお前をほふれないのか。いて、長っ。さすがは槍といったところ。いて、待って、普通の月ノーモーションすぎん。ほいほい、お前らじゃあ相手にならねえよ。3オーツぐらいしたけど。2オーツか3オーツかしたけど、ガノン本体でかかって気にしちゃいよ。ほう、やつもラウルの力だけではないというわけか。時の秘石以外の秘石は全部集めちゃったよ。なんだ、おお、え、あ、賢者が集合したんか。いや、遅えよお前ら。明らか遅いだろ。遅いが、さすがに今のは高ぶった。秘石を持つ者ども、お前は何者だ。我が分からぬとは、その意志、神よの記憶までは与えてくれぬようだな。なんでちょっと煽るんお前。我が名はガノンドロフ。貴様らの祖が施した愚かな封印はわずかな時を稼いだにすぎぬ。
わずかの時って言ってもさ、多分これあれでしょ、1万年とかそんぐらいの以上の時間を封印してたはずでしょ。わずかとは言わんだろう。でこいつも時の秘宝を力解放しますよと。秘宝？秘跡か。え？肉体回復した？あ、時の秘跡で自分の肉体を全盛期に戻したっていうこと？で、あの魔物を全部出し？待って、ライネル今いました？え？待て、もしかしてこれ全部と同時対戦とか言わんよね。なんかスタルヒノックスもいたし。いやでもこれめっちゃおもろいぞ。え、今からこれ全部と戦うの？それめっちゃおもろいんだけど。おお、ガノンも馬に乗っとる、超かっこいいし。おお、上がるわこれは。は？あ、今のはその昔のやべえ時の記憶ってことか。なんだお前、がっかりしたわ。今さ、今そのやべえやつらと同時に全席ガノンと戦うんかと期待したやん。え、なんで逃げるん？頭の切れるやつだな。ここでむやみに正面戦闘しないっていう。無駄に頭いいのやめてくれよ。シド腹筋エグ。お母さんが言ってた魔王ってあいつ、さっきのは本当にあったことなの？間違いないだろう。遥かな過去、世界を滅ぼしかけた魔王、ガノンドルフ。やつは蘇り、そして今また。冗談じゃないころ、あれが本当なら、もうおしまいころ。いや、ライネルだけ俺に任せて、他の雑魚はお前らでやれるだろ、さすがに。現に今、わらわたちを残し、姿を消した。一旦監視砦に戻り、対策を練ってはどうだ。あ、一回戻るんだ。リンク、そなたも来てくれ。なるほど、このままガノン見つけ出してぶっ殺してやるぜじゃないんだ。してまたハート増える。なんかさ、今作珍しくイベントごとにハートめっちゃ増えるんだよな。プルア姉さん、ついに決戦の時っすか。プルアさんね、プルア背高くね、ヒール履いてるとはいえリンクよりだいぶ高えぞ。ええ、大変だったみたいね。早速で悪いけど、みんなと一緒に詳しい話を聞かせてくれる？なるほど。話をまとめると、メガネが白く光っとる？みんなが城で見たのは封印戦争の神話に出てくる魔王で間違いなさそうね。各里で目撃されてた姫様は偽物で、ハイラル城に現れたのは魔王がリンクをおびき寄せるための罠だったと。おいらおかしいと思ってたんだ。だってこんなにハイラル城が大変なのにゼルダ姫が助けに来てくれないんだもん。天変地異も里の異変も偽物ゼルダ姫様も魔王が復活したせいだったんだと。僕たちが見た通りずっと過去の世界にいて、今この時代にはいないってことごろ。そう考えるべきだろうな。それにゼルダ姫は過去で魔王討伐のために何かをやろうとしていたようだし、我らの祖先はゼルダに魔王が復活するとき、一族の者が賢者として目覚め、リンクと共に戦うことを誓っていた。ゼルダが過去にいるんじゃ何をしようとしていたのかもわかんないし、一緒に戦いもしないよ。いや、ここにいるぜ、この現代に。魔王のことだって強くて悪いやつってこと以外何にもわからない。ああ。姫様は、今の時代で魔王が復活するのを見越して手を打っていたように思える。この時代に私たちの知らない手がかりがあるはずよ。その通りだぞ。こんなところで立ち止まってはいられない。俺たちでできることを探すんだ。うん、何か手がかりがないことにはな。待って。封印戦争で魔王と戦ったのは国王ラウルと6人の賢者だって言ってたのよね。風、炎、水、雷。時は姫様で、ああ、なるほど。ここであれなんだ。その魂の賢者の名前忘れた。ミネルか。のことが教えてもらえるんだ。あと一人いる。本当ならここでミネルのことを教えてもらって、竜頭島に行って、
ミネル解放だったんだ。なるほどね。俺好奇心旺盛すぎて、すでに見つけちゃったわ。これがきっと手掛けになる、探してみる価値は大いにあるわ。いや、実はもうあるんすよね。ここにいますよ。もう見つけてるって？ミネル、魂の賢者？マスターソードをもう持ってるですって。あんたなんでそれを先に言わないのよ。なんでお前ら見てわからんの。あ、背負ってないか俺。背負ってなかったわ。確かマスターソードは消えたって。さすがとしか言いようがないな。もしかしてここでゼルダが竜になったよってこともみんなに言うのか。まさかゼルダが過去でやろうとしていたのは魔王討伐の切り札となるマスターソードの強化と再生だったとはな。一人頑張ってくれてたんだね。竜になることも今言ったのか。竜になってるよって今言ったのかこれ。確かにあんたが受け止めた。それを受け取った私たちが無駄にするわけにはいかないわ。準備整ったのかこれあとは魔王を倒すのみ。戦いを挑むタイミング任せるあんたが戦いの要だからね。じゃあもう行こうぜ。こういうのは即行動だよ。てかミネル会話に参加してこいかい。5人目の賢者を探せ。あーなるほど、本当はここで受注だったんだ。メインチャレンジごめんな、終わっちゃってるわ。魔王を倒すための準備は万全ね、チェッキー。ちょっとクールなチェッキー好きなんだよな。魔王の居場所は、地底の可能性高そうだと思わない？いやもう、その場所も実は聞いてる。魔王はハイラジオの地底最深部にいる？一本も二本も先を行ってくれちゃって、そんなしれっとした顔してるけど、地底は未知の生物が救う暗闇、正気だらけだって聞くわ。危険がつきまとう大変な調査だったはずなのに、あんたは、ほんとありがとうね。ジョシュアもなかなか有能だったでしょ。いやまあ言うて別にあいつの情報でなんかいい情報あったか。特にないぜチェッキー。こんな時までなんでふざけてんのあんた。はっ倒すよ。ほんとはここで甲賀様倒しに行けやっていう雰囲気になるところだったんだね。いや、もう地底の調査はほぼ終わったっすよ。ジョシュアの地底調査のおかげで探していた魔法の居場所が分かったって？魔王！魔族の王と顔を書いて魔王です？魔王！こいつはそこら辺の話何も聞いてなかったんだな。お前はそのチェッキーポーズやるんだ。かわよ。あー、どうしよっかな。仕方ねえから。巨岩砕き作っとくか。一応石打ちのまんまダルケルの思いを引き継ぐのはちょっとかわいそうだよな。じゃあ巨岩砕き2本目お願いしゃーす。オッケー、これでダルケルの石も一緒だぜ。シティの外でやるごろよ。何を心配しとんねん。言うて巨岩砕きはな、戦闘向けよりもなんか本当に採掘向けなんだよな。しかも巨岩砕きと同じ攻撃力の鬼神の体験もあるから別にマジ強いビルドする必要ないから、一回そのまま置いとく。いやいやいや、さすがにビルドしてあげよう。かわいそうだよね。まあ贅沢にお前もライデンの才覚くれてやろう。一応このみんなの武器を使ってガノン倒してからして、あれなんだよね、多分ここの補正道行くしかねえんだよな。ハイアル城に穴あったっけ？あ、いや、開いてるじゃん。よくよく考えたら。これ、ハイアル城のここ、そのまま穴になってて入れる雰囲気だよね、多分。え、いけるよね？いけます、いけます。いけると信じています。ハイアル城の深穴、ラグ止まり。落下しただけなのにラグ止まりで。めっちゃポー悪くね？おほー。おお、めっちゃポー落ちてる。ありがたい。ありがたいですよ。もう買うことないけど、多分。マジ、このちっちゃいのたくさん置くぐらいだったらさ、赤を2、3個置いといてくれた方が絶対いいんだけど。あー、下の部分繋がってないか？繋がってる？いや、よくわからんな。待って。ハイリアの盾手に入れてなくね？ハイリアの盾ないが、どうしよっか。まあ、いいか。いいよね。別に、むしろ盾全然使ってねえし。あり余ってるし。気にせんでオッケーよ。地面についたらイベント入るかな。なんだあれ、ライクライクだ。え、これ、ん、どうしたらええの。ハイデル城の地底最深部へ向かい、魔王ガノンを討伐するだけだ。え、来たぜ。ほんほん。あ、そっちからもっと下に行って、その中心に行かんとあかんのか。そういうことか。あーはーん。行っても、属性キスだるすぎ。
おい、チューリー何やってる？早くやれよ。おーっと、この道めっちゃ深く行けそうだよ。正解か？あー、行けそう。これめっちゃ行けそう。イベント入る？ゾナウ装備落ちてるくね、そこ。賢者の力が届かなくなった。あーね。まあ、でもどうせ最後は一騎打ち。あ、なになになに？うわ、びっくりした、もう。待って。ガーッ！いや、え、死ぬ？嘘！おほーん！おー、これあれじゃない？一番最初にゼルダと二人で地底調査来た時の壁画っぽいよね。あー、なるほどね。ここなんだ。封印の跡地。あー、これついに決戦か？決戦っぽい雰囲気だな。正気使ってくんのかな？この装備で戦うの嫌だなー。ダサいもん。ま、行ったりますか。ガノンさん、ついにあなたとの終焉の時です。僕たちの争いは、ようやく終わります。正気満ちる魔装。いや、えぐない？真っ赤っかなんだけど。さあ、ここから飛び込めってこと？これ、いい演出だね。ここが、魔王本体の封印されし場所？おお、これ魔王肉体それ。あはん。じゃあそっから先の下は何かある？あー、いや、イベントです。っていうかさ、賢者の力は届かんくなったけどさ、なんであの賢者本体は来ないの？あいつらなめてます？また雑魚モブラッシュ。いや、この数は多分しないな。ムービーだけだ。ここで賢者再び登場か。今のチューリだな。逆にリンク、なんで一人って言った？マジで意味わからんすぎるやろ。みんなでよし行こうっつってなに。くちばしで弓引くの地悪けどな。俺たちがハイラルを守るんだ。やっぱシド一番かっけえな。ゲルドがそなたに受けたを今こそ返そう。イニシエの過ちを今償いましょう。魔王との長き因縁に決着を。これさ、こいつら解放せずにここ来れなのかなってか思ったけど、いや多分来れるよな。だからこのムービーかっ飛ばしていけたのでしょう。あ、戦いはするんだ。そしてこいつらあれなんだね、本体バージョンだ。これ呼び出し解除したら消える？あ、消えないね。ちゃんと残ったまんまだ。あとミネルに一個言いたいのはさ、お前自分で装備つけてこいよ。なんで俺が装備つけないとさ、お前自分で装備しないの？ね、こいつらしっかり正気ダメージ食らわせくんの、うざーい。一応三三料理そこそこ作ってはきたけどさ、数には限りってもんがあるでしょうよ。あと正気武器さ、あれだわ、耐久力がなさすぎて一瞬でぶっ壊れる。あ、待って、ボスボコボリンおる。お前、属性ブーメランの力を見よう。あ、ブーメラン、あ、拾い損ねた。属性ブーメランめっちゃ強くない？これめっちゃ広範囲に属性与えられるんだよね。してまだ半分か。うわー、これモブラッシュワンチャンライネルまで行くだろう。ボコブリン、リザルフォス、モリブリンみたいな感じでめっちゃ広まるんちゃうの。ギブード、やっぱ強い順弱い順できてんのかなってなると、これライネル来るよな。まあ、モリブリン来ますわな。でもさっきから白銀いないか。マックス黒だな。あ、いや、モリブリンでモブラッシュ終わったな。ようやくガノン様お出ましか。復活が終わったって感じか。王の正気か。あそこに奴が。おお、まさかのボス連戦。もしかしてボスラッシュ？待って、同時はやばい、同時はやばい、さすがに無理。え、嘘でしょ、嘘でしょ。いや、それはさすがに嘘。これはさすがにムービーで終わる。
ここは俺たちに任せろスタイルだボスはね、さすがに。だってこれ同時絶対無理だもん。俺たちの因縁の相手、リンクは手出し無用だぞ。でもお前たち一人で勝てなかったっしょ。先に進んでほしいゴロ、賢者の力見せてやるゴロ。大丈夫、一度倒してる相手だ。オイラたちなら余裕だよ。その自信はどっから来るんだお前ら。いや、メネルとか絶対もうさ、性能の差があるじゃん。他の奴らはまだしも、ミネルとかさ、圧倒的にもう機体の性能の差がでかすぎるぜ。あ、セーブができない。え？まさかのセーブなし？嘘でしょ。まあいいんだけど、おそらく次こそようやくガノンとの対決だから、ちゃんと全部英傑武器で揃えていったわ。揃えていこうぜ。さあ、ガノンちゃん。お目覚めの時間ですよ。嘆かわしや。嘆かわしや。闇に埋め尽くされるべき世は忌むべき光にあふれ。安穏を貪るふぬけどもの群れがばっこしておる。なんかお前単語がいちいちかっこいいな。バッコしてるとかあんまそうそう言わねえよ。感じたものよ。てかお前早くあの全盛期の姿になってくれんか。いや今からなるんですね。何それ、シャドーボールでも打ちそうな雰囲気だけど。なんだこれ、固有結界出しそうな雰囲気だけど何それ。帰ってきたガノンが。ようやく肌に潤いが戻ったぞ。全盛期ガノンとの一騎打ちって感じかな。やば、上がるわこれ。おお、しかもあの角も生えてない状態だ。鼻たっけ。これよりこの地をあるべき姿に戻す。世界は我が滑る、我が定める。それこそが王である。力こそ全てってや。封印より蘇し者、魔王ガノンドロフ。かっこええ。やばこれ。装飾えぐくない？なんか成金野郎感がすごいんだけど。手足の装飾ちょっと多すぎるって。真の王の復活。してこいつ刀を使うの自由あるんだよな。もうちょっとさ、洋風の剣で叩き潰すぐらいの気概を見せてほしい。いいね、一騎打ちだよね。あ、マスターソード勝手に抜き寄った。降臨の槍引いてたのに。これ他の武器じゃとワンチャンダメージ入んないとか。うわっ、バー痛い、正気使ってくる。その程度。いや、ダメージ普通に入るな。いや、七宝の盾めっちゃ弾かれるじゃん。ほらー、舐めるなよ、バテない。第一形態弱いな。うわー、あ、ダメ。なにそれ。あ、武器持ち帰った、おもろ。ならばこちらほら、なめるなよお前。なになに、これ飛べってこと。あー、飛べない。ブザマとか言ってお前よ、ダメージ入らない。え、こいつ弓、あ、いや効くな、弓効いてるな。お前大鷲の弓なめんなよ。三連射甘くミントいてよ。ほら、えた、ごめんなさい。パリーができない。待って、こいつ一回一回さ正気やられにしてくんのだるすぎる。痛い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 。
ちょ、ファントムガロンと違うモーション。いや、弱い。あまりにもパリーの受付時間長すぎね。ふわー、あーもうふわー、もう 足跡に正気ダメージが。ふわーん、え、もうさ、いちいち正気を出すのやめましょうよ。正気とかなしで肉体で拳でぶつかり合いましょうよ、なんなら。久しい感覚だ。血が湧き、肉が踊る。そして体の隅々までがさらなる力の解放、解放を渇望しておる。これ魔獣ガノンになんのかな、今作は。闇魔王ガノンドルフ、奇跡の力が解放せしもの。なるほどね。やべ、三三料理足んねえなこれ。ちょ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 、伸びすぎ伸びすぎ、体力バー伸びすぎ。いや、ギャグだろそれ、今の伸び方は。せめて左右に伸びてほしかったな。幕引きの時間で。は？なるほど、そういうことか。お待たせ、リク。は？お待たせ、本当待った。本当に待った。ちょちょちょ、走り方じわるこいつら。ま、でも正気使ってこない。リク。うん。いや、こいつ一撃一撃は。お前、お前は正気使う。本体は正気使ってくんのか。お前、リーバルの石を、痛い。いった、なんで今縦のガード範囲抜けてた。今こそ魔王が。お前爆弾やど、よけよった、痛い、縦切りかよ。待って、普通に強いかもしれん。やばいな。横切り、横切りと縦切りの区別つきづらいな。痛い、巻き込まれてもうて。普通にラッシュしたい。横切り、縦切り、あ、もう分かりません。あお、ムー持ち帰っとらーい。でも結構パリーできるようになってきたな。それは飛んで、お前バゼルギウスって知ってますか。お前リーバルの怒りをその身に受けよう。待って、爆弾ちょっと弱いな。こういう時はこのギブドの骨ですよ。あ、第二形態入った。なんだったらあれだな、モンスターの羽とかさ、バンバン使っていいな。何余裕ぶっこえてんのお前。5対1やぞ。ちげ、6対1やぞ。おほーん、バーストした。第二形態は何が変わるんですか。挑発しておる。いいだろう。おお、なるほど。うわっ、おもろい。え、おもろいぞ。うわっ、来い。うわら、うん、ダメか。パリと回避どっちがいいかな。いた、あだ、七星の盾が壊れそうだ。俺にはまだこの絵の盾がある。さあ来い。ここ。いや、こいつジャスト回避使ってくるようになる、おもろいな。何？は？なんじゃそら。ほら、うん、ジャスト回避ギリギリできない。
こいつのジャスト回避してくんのめっちゃ地悪わ。うわっ、うん、横回避、回避の後は縦切りか。ねえこれさ、3連射ダメじゃん。ふわら、うん、マジ今ので間に合ってないの。これは隙間行ってクワゴワ。嘘でしょ。やべ、三料理なくなった。何見てんだミネル、ダセーセイヤー。ほらもう後には引けまい。これどうしたらええの。ここ、うん、嘘でしょ。回避の方がいいか、やっぱ。ほい、ミファーの力を。ジャスト回避の後も回避してくんの。強くね。さあ戻ってきたぜ。もう出し惜しみはなしだ。全てをちょっとディレイやめてよ。もう防御力もね、一番高いファントム装備で来ちゃったよ。仕方ねえ。七宗、うん、七星の剣、七宝の剣使わざるを。えまい、あはん。ふっ、うわっ、間に合わない。ラッシュの後の、うわっ、嘘でしょ。あれタイミングなんでダメなの。これは普通に避けてバリアー。舐めるなよ。七層の剣強すぎ。割れた。回転切りで近く、足元は正気です。回避してくる。なんで俺も同時に回避して。パー。そう、ラッシュの後多分後ろ回避即入れでワンチャンラッシュいけるか。痛い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 。ホーミングエグ。もうゲルドのお前のふるさとの力舐めるなよ。ほらー、なんで当たんの。いやまだいけるな、まだ回復しなくていい。これの後のほぼ確定横切り回避できない。これは普通にジグザグに避けてブワー。ありゃー、やべ、攻撃力が高すぎる。俺の攻撃力高すぎるな。でも七宝の剣と白銀ライネルってさ、多分全然このタイミングでは手に入るあれだから、この火力は普通に想定の範囲内か。あれの任天堂の、お前さ、髪の毛で体重支えるな。全知全能など存在しえぬ。何ショット何ショット何ショット。あ、秘石取ってんのか、びっくりした。自分の頭蓋骨粉砕してんのかとは思った。お前飲むんじゃないのそれ、どうせどうせ飲むんちゃうの。ああ、魔獣ガノンになるつもりだこいつ。くそ、ファントムにしたせいでダセえ。それ飲んで闇の竜になるんだお前。腕突っ込みすぎちゃう。分かった、竜同士の戦いで白竜が来るんだ。ゼルダがここに来てその竜同士の戦いを手伝うアクション戦闘になるわけよ。これ竜になるのかな。魔獣ガノンで大体イノシシっぽい豚っぽいあれだけど、あ、薬剤ガノンってあれ竜なのか。これ薬剤ガノンじゃん。なるほど、確かに今思えばずっとこんな形してたな。竜だなあれ、デザインよくよく考えたら。でも頭は普通にあのいつもの魔獣ガノンイノシシ系統のデザインだったんだよな。してファントム装備の防御力ちょっと高すぎるな。もうちょっと低い鬼神装備にしとくか、せいぜい。いやつか、攻撃力も上げなくてもいいかな。いやでもお互いに火力は高ければ高いほどいいと思ってるからな俺は。おー、かっちょえー。これ魔獣ガノン、薬剤ガノンの再来をイメージしてんのか。おお、コーカサスオオカブト並みの角の本数やん。
むしろそれ超えてるな。やば、ちょっとかっこいいわこれ。闇竜ガノンって感じ。やば、黒竜竜化せし魔王近畿じゃん。やべえ、上がるわこれ。ゼルダの背中に乗って光の弓矢でこいつを撃ち抜くって感じかな。来ますよねゼルダちゃん。白竜空ここで来ますよ。ちょっと目がギョロリすぎて怖いんだけどね。お、威嚇行動によりゼルダがリンクが、あー、 おびっくりした、こぼれたかと思った。お前リンクの救出を最優先するってえぐ、イケメン流すぎるだろう。うわやべえ、これちょっと泣いちゃうわこのシーン、熱すぎるでしょ。ガノン早っ。なんです、絶対正面から来る。お前後ろから首に噛みつけ、その甘さがお前の敗因だよガノン。やべ、ファントム装備出せ、やめとけばよかった、もうせめて頭も脱いどけばよかったな。どうせ空中戦闘だから光の弓矢くれるんでしょゼルダちゃん。いつもならくれますよね。あれくれないのかな。なに、ビームで戦おうって感じ、ビームで対抗しようというのか、あの黒竜に。いやそれはないだろう。あ、何も教えてくれないなん。あ、もしかして俺白竜動かしてるこれ。あ、違う、飛び降りるとかあるな。飛び降りて浜の弓矢は別に手に入ってないな。そのままリバルの弓でいっか。これあの位置関係が悪い、非常に悪い。グリオークの羽行ってみようか。当たってない。ちょ射線入ってくんだよ。グリオークの羽当たってない。これまだ遠い、距離感つかめねー。あ、やばい、避けるんだよ。やばい、当たり判定がようわからん。え、当たってないのそれ。え、当たってないの。ん、どうしたらいいんだろうこれ。ちょ、キースの目玉使ってみる、どうなる。当たってるけどダメージ入ってないな。なんかしなきゃダメだ。してあのゼルダちゃん乗せてくんない、スタミナがないっす。ゼルダちゃん乗せてください、僕スタミナがないっす。ゼルダさんゼルダさんこっち来てくれないの。いや来てくれる、オッケーオッケーオッケー。でどうないすんのこれ。ん、これ俺が動かしてるあれじゃないな、やっぱゼルダが勝手に動いてるな。じゃカメラワークで動くのか。いやようわからん。え、どうすんのこれ。なんか教えてくんないんだよね、なんも。あ、マスターソードか。ちょ、あいつの頭に飛び乗ってマスターソードぶっ刺す的な。これ乗れるか。いや正気がすごくて乗れないな。もう一回乗せてもらおう。ちょ、これわからんっす。明らかに黒竜の上を陣取ってくれるから、まあ飛び乗れってことなんだろうなとは思うけど。え、なんかダメージ食らっちゃった、なんで。弾えぐいて。これ乗れるか。あ、背中になんかまがまがしいのがいくつかあるわ、それを撃つんだ。撃つか攻撃するかだ。これ乗れる。あ、ダメ、乗ったらすごいダメージすごい。あ、なんでファイヤーキスつけちゃったの。ファイヤーキスつけなくてよかったっすか。上昇気流欲しい。え、ダメージちっちゃ。爆弾は微妙だな。まあ、ギブドの骨でいいか。あ、外した、最悪。あ、でも分かった分かった、やることは分かったから、ひたすらこれ繰り返すだけか。ゼルダちゃん僕スタミナがないわ。あざす。これミキースの目玉あれ追尾する？しないな、遠すぎるか。あ、しかもあれだわ、外だから日光に照らされてるからあれだな、正気ダメージ勝手に回復するや。
ありがてえ、それは。外に出たのがてめえの運の尽きだ、ガノン。ほら、ギブドの骨を食らいな。これ V 破壊はないのかな。どこ打っても一緒、壊れる概念がないのか。あ、なんか破裂しそうじゃない。あ、壊れた壊れた、はい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 。なんだなんだ、打ち上げられた。ゼルダゼルダお願い。いや、こいつめちゃくちゃいい便利な女だな、こいつ。つかリーバルの弓で、あのダメージか。重心の弓使っちゃう。でもせっかくならリーバルの石を俺は継ぎたい。いや、リーバルの石がもうどうでもよくね。もう重心の弓で終わらしちゃおう。あー、ギブドの骨全部外した。ギブドの骨5連射、これ強すぎね。最強だろ。ダメージ目に見てか、あ、壊れた壊れたな。あと1箇所、でもあと1箇所破壊したらこいつの目玉かなんかが解放されるって感じだと思うが、これ当たるか。いや、ちょっと遠いな。背中仕方ね、背中伝っていこう。おー、正気がなんぼのもんじゃ。あ、めっちゃ滑る、こいつの背中。嘘、こいつの背中ありえないぐらい滑るんだけど。うわー、正気がなんぼのもんじゃ、こんなん直接言ったら。おらー、マスターソードありえんダメージ入るじゃんこれ。マスターソードゲーか。弓矢よりマスターソードの方が絶対良かったなこれ。手っ取り早かった。どうせ日光で正気ダメージ回復するし。で最後弓で目玉ぶち抜けってこと、まあ、弓じゃなくてもいいか、マスターソードか弓かで。降りるタイミングな、あれなんだよな、空中で全然リンク動けないから降りるタイミング重要だと思うんだけど。危ない、痛い。え、どうする最後、マスターソードと弓どっちがかっこいいと思う。さすがにマスターソードだよな。なんだったらマスターソードのさ、スクラビルド邪魔だよな。うわー、えぐい。なんでなん、おらー、おいだー。秘石破壊したらどうなるんこれ。秘石を飲んだものの秘石を破壊するとどうなるのこれ。さあ最後の一撃をマスターソードで決めたってくれや、リンスクさん。とどめ、最後の一撃は切ない。いいね、やっぱこのモーションだよね、この突き刺すモーション、上がるわ。あらら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 、ナイスキャッチ。これリンク持ち方気をつけないと、これゼルダにぶっ刺さっちまうよ。ゼルダなんでそんな目の前を優雅に泳げるん。勇気ありすぎかよ。遺跡が砕けて黒竜の存在は保てなくなって、ガノンの魂また輪廻転生。ガノンの肉体ごと消えるんかな、この世界の。もしガノンの硫化が溶けつつ人間の肉体がさ、その場にフォンって現れるんだったら、ゼルダもその方式で助けられるってことになると思うんだけど、さすがにこれゼルダ人の姿に戻すと思うんだよな。その人の姿に戻す方法を画策するのであれば、硫化が溶けてガノンの肉体が戻りました、でじゃあ同じ方法で白竜の秘跡も砕こうやかと思うんだけど、ダメだこれ、肉体ごと消滅しそうな雰囲気だわ。セカンドインパクトやもんそれ。わーはー、すごいね、ガノンドルフ討伐。やべえ、テンション上がるわこれ。最終回だと思うけど、最終回つかもう物語終わりだと思うけど、物語終わるとき大体、はぁ、寂しいってなるけど、なんかこれ無駄にテンション爆上がりするわ。
ラウルの魂が解き放たれるのかい？ああ、身ぐるみ剥がされた。ゼルダとご対面ですか？魂の世界、空間か？あー、ラウルの右腕がめっちゃ反応してる。夫婦揃って何用で？ソニアの時の力でブラー時巻き戻すって話じゃないよね、多分。そういうわけではねえと思うが、いや、そんな雰囲気ちょっとあるか。時の力っつうか、なんだ、二人の中また別の特殊能力か。あー、よかった、これ絶対ゼルダ人の姿戻るじゃん。そこのギミックはなんなんって感じではあるけど、浜の光と時の力でどうやって竜から人に戻ったのってところではあるけど、リンクの右腕を戻ってる。マスターソード超長くない？あ、でもそんなもんか。パラセール開いて、死んじゃうよあんた。パラセールの準備せい。落下死するって。目覚めた。うわ、ね、やべえ、ここでメインテーマ泣くわ、やばすぎ。熱い演出多すぎ。あ、俺がゼルダを回収しに行けと。うわ、やべえ、めっちゃ涙出てくる、これ。演出が熱すぎ、エモい。これ、ゼルダを避けて地面まで行ったらどうなる？さすがに直で拾いに行くか。ゼルダ、お前、落下早っ！なんでお前そんな落下早いの？いや、ゼルダは落下早すぎだろ、これ。絶対これ、ゼルダ超えらんないわ。で、多分コードも変わんないな、これ。コードずっとここで停滞してるわ。あ、長押しで掴む。あー、ターン押ししたらそうなるの。あ、そっからリセット。仕方ね、救ってやるか、姫さんを。ちょっとずれてる。いや、いいか。これで私を探してもクリアになるってことか。え、いや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 、このゲーム、この世界、水を信頼しすぎだって。余裕でさすがに人体の頭蓋骨ぶち割れるって、それ。下半身は自分がつけてた装備っぽいね。一応これ鬼神のズボンだったはず、確か。結構適当だからな、装備。
おお、目覚めになられましたか。どうして記憶ないのかな、流化してる間。やっぱり私は届いたのですね。やべ、スカイウォードソードさ、このマスターソードの誕生の話があるストーリーなんだけど、それの実況昨日なぜか一気にバラーって見てさ、その時も泣いたんだよね。スカイウォードソード一番ストーリー好きだわ。それを思ってここのシーンをなお見てるとえぐいね。わかるの？そんなことありますかね。私ずっとまどろみの中にいました。ああ、やっぱ意識がもうほぼない状態だったね。大きな暖かなものに包まれて、え、待って、ハイエル城浮きっぱじゃん。それはどうして、あ、地上からガラってなんか物理的に石の力で押し上げられてる状態か、あれ。不安定すぎ、ワルタでしょ。終わっちまった。神ゲーすぎでしょ。これみんなで空島に上がってきたの？ゾナウギアで上がってきたんかな。あ、てかあれか、そもそも気球はゾナウギアのか関係なくみんな使えるか。あー、ミネルちゃん成仏しちゃうかな。さすがにずっといるわけにはいかねえもんな。ここに連れてくることができてよかった。違う、みんなにここ見せたかっただけだ、この子。ハイラルのすべてを見てもらいたかったのです。僕こんな高いとこ初めてごろ。ああ、素晴らしい景色だ。ゼルダはずっとこの空にいたのだな。ええ、覚えてはいないのですが、もう一度ここに立てるとは思っていませんでした。これは推論に過ぎませんが、ラウルの光とソニアの時の力、二人がリンクに力を貸して奇跡を起こしたのかもしれません。奇跡っていう単語であれ済ましちゃうの？まあ別にいいんだけども。ああ、やっぱ成仏するか、さすがにミネルは。魂の力も限界って感じか。なんかわざとやってる風じゃないもんね。時が来たようです。ミネル様。遥か昔、私たちが先の時代に委ねてしまった災いはあなた方が払ってくれました。これで私もラウルたちのもとへ行くことができます。待って、シド、ユンボーよりでかいの？シド超でけえね、よくよく見たら。なんか勝手にゴロン族の方がでけえと思ってたが。まあでもそうか、ドレファンとかバカでかいもんな。我ら、この町も、
ゼルダ姫様をささ、うん、賢者の誓いを言おうとしたのかお前ら。仲いいよ。ゼルダ姫を支え、ハイラルの安寧を誓おう。ラウルとソニアにも伝えましょう。ミネル様、ハイラルの世界のさ、その死生観どうなってるんだろうね。天国と地獄がありますよ系の考え方なのか、輪廻転生しますよの考え方なのか、よう分からんの。まあでも魂になって普通に国王っていう、あの一人のジジイがそこら辺うろついてるぐらいの世界だしな。まあちょっと不思議な死生観なんでしょう。でもあれなんだよな、終焉のものつかガノンドルフ系とは輪廻転生してまた俺たちは蘇るぞ系の考え方持ってるから、多分みんな同じような死生観を持ってるとは思うが、ようわかりません。あー、ビネルゴーレムがこれで動かなくなっちゃいましたよ。別にいいんだけど、あいつあんまりダメージ出してるようにも見えんしな。あ、ゴーレム、そんな粉々になりますかね。ラウル様、ソニア様、ミネル様、そして古代の賢者たち、あの方たちが願ったのは束の間ではなく永遠に続くハイラルの安寧。私はその思いに応えたい。これからもずっと。みんな力を貸してください。つか次回作どうなるんだろうね。多分ティアキンはさ、ブレワイティアキンは時系列的にじゃあ新しい時代なんだけどさ、そろそろその女神ハイリアの時代を描いてもいいんじゃないかって思ってくるんだよね。一番古いスカイウォードソードを、時系列的に一番古いのがそれなんだけど、その時ですらもうすでに女神ハイリアの生まれ変わりのゼルダっていうあれだったから、そろそろその女神とガノンの元というか終焉のものの元みたいな、その神々の争いを描いてもいいんじゃねってちょっと思ってるんだけど、楽しみでんなー。